安田忠夫は、日本の元プロレスラー、元総合格闘家、元大相撲力士、タレント。2018年以降は、YouTuber として活動している。東京都大田区出身。娘は元レースクイーンのAYAMI。大相撲力士時代は、身長192センチメートル、体重143キログラム。中学の1年後輩には、元西武ライオンズの石井武宏がいる。中学3年生の1学期に大きな体を見込まれて、九十部屋からの勧誘を受ける。最初は運動経験がないことを理由に断るが、料理を覚えることもできるぞ、と九十に説得されて、入門に至り、1979年3月場所、初土俵。入門当初の四股名は、本名と同じ安田だったが、1980年3月場所には、富士の森と名乗り、1984年3月場所以降は、高野富士と名乗り、1986年5月場所に、新入幕。懐が深く、胸を合わせての左四つが得意であったが立ち合いを苦手としていた。若手の頃は、同部屋同期入門の北東海のブヨシや、総羽黒、寺尾常氏、ことが、梅武氏、小錦八十吉らと共に、花の三八組と称された。1986年9月場所、入幕3場所目に総羽黒から金星を挙げ、さらに1987年9月場所にも、総羽黒から金星を取った。1990年5月場所に、東全闘9枚目で11勝4敗の好成績を挙げ敢闘賞を受賞し、翌7月場所に小結に昇進するが、2勝13敗の大敗に終わり、三役経験は同場所のみに終わった。1992年5月場所を最後に28歳で力士を廃業。なお引退相撲の断髪式では、当時の師匠かつ兄弟子の九十親方ではなく、自身が引退する直前の1992年4月まで師匠だった陣幕親方が留めハサミを入れていた。これは本人が陣幕親方に切ってほしいと希望し、聞き入れられたためである。新日本プロレスに入門力士を廃業した後、プロレスラーへ転向。1993年6月、新日本プロレスに入門。日本武道館での長谷博戦でデビュー。恵まれた体格と格闘センスで、ポスト坂口誠二として期待されたものの、大きなチャンスを与えられることもなく、結果を出せない中堅レスラーとしての日々が長く続く。穏やかな人柄で、橋本真也らからは、ヤスティの愛称で呼ばれ可愛がられた。私生活では、根っからのギャンブル好きで、借金苦に陥っていたこともあり、家族とも離縁。総合格闘家としての絶頂期の地にアントニオ猪木によって再生され、2001年に総合格闘技デビュー。3月25日のプライド13で佐竹正明に判定勝ちを収めて白星デビューを飾る。12月31日のINOKI BOM-BA-YE2001ではメインイベントに大抜擢され、生中継でZERO1-MAXから大金星を上げた。2002年2月にはIWGP ヘビー級王座も獲得した。その後悪役に転向し、魔界クラブのリーダーとなるが、素行不良が顕著となり、2004年に精神修行の旅に出て、正統派に戻るはずだった。しかし復帰から間もない9月15日、新日本プロレスから無期限出場停止処分を受け、当時の社長、草間正和より2005年1月18日に解雇された。新日本プロレス解雇後その後は、IWJAPAN、風天プロモーション、ZERO1-MAX、ハッスルに参戦。出場停止からちょうど1年にあたる2005年9月15日、ZERO1-MAXを運営する、ファーストオンステージ社長、中村義之が新日本プロレス社長、サイモン・チョキと会談し、新日本に置きっぱなし、状態になっていた安田忠夫の契約書を譲渡してもらい、中村が一切のマネージメントを受け持つこととなり、ファーストオンステージ所属となった。事実上のZERO1-MAX所属であるが、ヒールレスラーであること、素行面の心配が解消されないこと、最初に参戦していたIWJAPANの興行を優先することなどの理由により、正式所属とはならなかった。2005年12月、予定されていた、イワジャパンの興行を諸事情により取りやめ、イワジャパン社長の浅野騎手はトラブルを否定しながらも、今後の参戦がないことを示唆した。アントニオ猪木主催のイグフ旗揚げ戦で、ジョシュ・バーネット、9月の興行第2戦で、マーク・コールマンと対戦するも共に負けを喫した。2007年10月5日、都内の自宅で倒れているところを、田山正夫に発見され、救急車で病院に運ばれていたことが判明した。警視庁田園調布警察署によると、練炭を使って自殺を図った模様。発見が早かったため一命は取り留めた。その後、東京スポーツによると、意識が戻った安田は自殺説を否定し、焼肉をしようと思ったが、ガスが止められていたので、七輪を買った。そうしたら、今度は肉を買う金がなくなってしまい、一人虚しく、エア焼肉を楽しんでいたら、深くにも眠ってしまって、と語った。10月14日には、翌週に退院できるほどに回復した姿が報道された。退院後は12月20日に行われるイグフ、有明コロシアム大会で、小川直也と対戦するも敗北。しばらく音沙汰がなかったが、2008年5月にZERO1-MAXへ参戦する。蝶野正洋のタッグパートナーとして出場することが明らかとなった。2008年7月には東海プロレスに参戦し、小中イコール、ペールとシングルマッチを行い勝利した。現役としての晩年2008年11月4日付、東京スポーツに2008年10月より、岩手県八幡平市にある石沢上皇の実兄が経営する養鶏。養豚場で働いていると掲載されたが、2010年7月27日発売の週刊朝日芸能おいて、2010年7月をもって解雇となったことが報じられた。また、同記事では、自身が力士時代の大相撲の賭博に関しても暴露した。その後、同年9月には、嵐の自主興行に参戦し、約1年ぶりにプロレスに復帰したものの、10月には、東京スポーツで2011年初めに自身の引退興行を行うと発表した。2011年2月4日、有志による引退興行実行委員会の助力で安田忠雄引退記念興行、日本とプロレスにおさらばします。を後楽園ホールで開催。オープニングマッチであけぼのと第4試合でのタッグマッチで大谷慎次郎とタッグを組んで高山義弘、鈴木みのる組とメインイベントでは天竜源一郎と3試合を戦った。試合終了後には引退式が行われ、娘、AYAMIが手紙を読み上げ、10カウントゴングが鳴らされた。引退後はブラジルに渡り、農場で働きつつ、相撲を教えると待遇の職務を斡旋されていたが、引退興行実行委員会との金銭トラブルを理由に、渡航予定日に空港に姿を現すことはなかった。その後、カンボジアの国際的カジノ企業、ゴールデンパームグループに就職が決まったと報じられたが、10月末には同社を辞職し帰国していたことが発覚した。2012年3月25日放送のクイズタレント名鑑の企画、USC 史上最大ガチ相撲トーナメント2012春に出場、決勝で、元若麒麟の鈴川真一に敗れ準優勝となった。2017年末、芸能事務所、アフロディーテプロモーションに所属しタレント業を開始。ツイッターも開設。ありがとうございます。